はいえー、どうも、えー、ポール・モンキです、えー。今回はコリン・ウィルソンの話をしていきたいと思います。えー、想像力力の活力ということですね、はいえー、これは我々の精神にとってどういうです、ね、意味があるのかということですね。<laughs> えー、想像力のエネルギー想像力の想像のエナジーから独立した、えー、外的な現実はないと言ってるわけですね。 外的な現実は確かにこう触れることができますし、えー、目に見ることもできるわけですけれども <laughs> 我々の想像力が働いてないときにはそれは存在していないも一緒なんだというそういうことなんですね。<laughs> え想像力が活力を失ったならば、えー、その真っ最中でも興味を失うんだっていうふうに言ってるわけですね。つまりもの、えー、があってで我々がいる。 我々の存在がある。とにかく物が存在していいる事実に変わりはないでしょうと。えー、ですからそれは揺るがないもんでしょうっていうのが有物論でね精神を認めないっていうのが有物論で共産主義ですけども、えー、とこれは逆で目の前に対象物があったとしても我々の精神の想像力のエネルギーが働いていないならばそれは存在してないも一緒だと。 外的な現実はないっていうことですね我々が目の前にある、えー、例えば本一つとってもですね物体として紙でありそこに印刷されたものが書いてあるわけですけど我々の想像力が働いてないならばその本は存在してないも一緒だっていうことですね人間もそうですね目の前に人がいる人がいるけれどもその人に対して、えー、想像力のエネルギーが働いてないならば存在してないも一緒だということですねつまり えー、想像力が活力を失ったならば、えー、現在その真っただ中接している最中でも、えー、向き合っている最中でも興味は失うし、えー、存在してないも一緒だと対象物はないこういう話ですね。我は私はですねこういう精神的な、えー、想像力が働いているからこそ我々はものを十分に利用できるし人にも人にもなんとかな えー、積極的に関わることができるし本当の意味でのコミュニケーションが取れていくんだと思いますから想像力が欠如した瞬間に外的な現実っていうのはものとしてあったとしてもそれは、えー、人間が考える存在ですね、えー、その本質的な存在としては存在しないっていうふうに私は考えたい、まあ、コリン・ウィルソンに大賛成ですね。